やっほー、あやでーす。はい、ということで今日はですね、誕生日ということでメイクをしていこうと思います。イエーイ。で、これが出てる頃にはもう誕生日過ぎてると思うんですけど、私は1月10日が誕生日ですね。22歳になりました。イエーイ、おたおめー。はい、ということで早速もうメイクをしていこうと思います。誕生日は何をするかっていうと、お出かけをします。イエーイ。もう22歳ですよ。やばくない？高1ミスコンから見てる子はさ、やばいよね。私が22になったので、毎回言ってるんだけど、誕生日来ると人って大体さ、同じこと言うよね、毎年毎年。成人式だったじゃん、東亜の代の人たち、あやの2つ下の代が。やっぱみんなさ、成人おめでとう。あ、うんこしてる、テレビやば。よいしょ。そう、それでさ、なんかさ、今年の成人式おめでとうございますみたいなことを言うとさ、絶対にさ、誰かがさ、懐かしいって言って自分の成人式の写真あげたい女たくさんいて、草みたいな。まあ大体そういうの言ってるのジュキアなんですけど、ジュキアはね、毎年言うね、自分の成人式でもないのに自分の成人式の写真をあげる女が嫌いみたいなこと、どうせ言ってるよ。どうせなんかの動画で言ってる。あいつそういうことマジで言うから。あやも2年前だからね、もう成人式。しかも最悪じゃない？うちらの代だけさ、成人式なかったの。マジでうちらの代だけ。あやたちの1個下から普通に成人式あるから、バッドだよね。マジで集まらなかったしね。ほんとその時一番コロナがめっちゃ流行ってるみたいな時期だったから、お店もどこもやってないからさ、同窓会とかできないみたいな。だから人生で一度も同窓会をしたことがないの、私。かわいそうだよね。私たちの代が一番かわいそう。ほんと気の毒って感じ。なんかさ、あやの誕生日ってさ、ほんとに忘れられがちで、毎年ね、みんな気持ちは正月なわけ。だから人の誕生日なんてさ、眼中にいないやん。あの、学校始まったりするのがさ、1月8とか9、10あたりじゃん。だからそれでまあ忘れられるっていう。あんまね、良くない時期。何月が一番いいんだろう。何のイベントもない月がいいよね。9月とか、2月とか。2月が一番いいわ。やっぱ早生まれっていいよね。だって私2000年の代なんだけど、2001年生まれなの。だから強めに言うもんね、やっぱ。2001年生まれですって。2000年の代だけど。2000年と2001年だったら2001年の方がいいやん。そう、気持ち的に若みたいになるじゃん。2001年ですって大きな声で言う。最近はね、なんかこう動画で見るとアイシャドウ濃く見えるんだけど、最近アイシャドウをね、あんま塗ってるぐらいの濃さにするのがハマってる。なんか今日ちょっと濃くなっちゃったけど、濃いって言っても全然生で見たらそんな濃くないんだけど。昨日暇だったの、すごい。それで、久々に買い物しようと思って、全然買い物してなかったわけ。あ、久々に買い物しようと思って、爆買いしてやろうと思って、買い物行ったの。新宿の方に。マジで、なくて欲しいものが。でさ、冬服ってさ、高いやん。だから買う気になんないの、全然。なんかちょっとしたものも高いからさ、え、高っみたいになって。なんか全然買えなくて。結局、お昼の13時ぐらいに家出て、めっちゃ買い物いろんなとこ歩き回ったんだけど、買ったもの、ゼロ。やばくない？マジ最悪だと思って。なんか買わないとみたいな気持ちになるじゃん、そこまで行くと。けど買えなくて、なんか無理に買うのも違うしなみたいな。だって結局タクシーで行ったからさ、ただタクシー代取られただけっていうね。欲しいものなくて。で、しかもなんか欲しいもの1個あったの。だけど、ありません、ありません、ありませんの嵐すぎて、3店舗回ったんだけど、全部なくて、はぁみたいな。ふざけんなよってなって、何も買わずに帰ってきたっていう感じです。なんかさ、誕生日近いからさ、いや、みんなにさ、あやって欲しいものあるみたいな、すごい聞かれるの。最近マジで物欲がなくて、自分つまんないと思って。私物欲女だったから、めちゃめちゃ買い物するために仕事頑張るみたいな人だったんだけど、最近はマジで物欲なくて。何にお金かけてるって言ったら、やっぱ旅行とか友達との旅行とかぐらいなんだよね。お出かけする、そういうのでしかお金使ってない。欲しいものが欲しいなと思って。今贅沢な悩みですよね、22のクソガキが。最近ニュージーンズが大好きだから、ちょっとニュージーンズ意識メイク、ほんのちょっと意識。なんかさ、この間さ、ハウルやっててさ、私ハウル大好きなんだけど、あの料理シーンがめっちゃ好きなの。あの卵割ってこうパカッみたいな、で食べさせるみたいなシーン大好きなんだけど、ハウルの難点としてはマジで集合体恐怖症すぎて、羽が生える瞬間気持ち悪すぎて見てられないっていうのが難点。他は好きなんだけどね。集合体恐怖症の人わかるっしょ。マジで気持ち悪くて、あー気持ち悪い、あー鳥肌ってなっちゃう。なんかさ、結構さ、ジブリってさ、そういうのあるやん。英語グロみたいな。結構こんなグロく描いちゃうんだみたいな時あるじゃん。子供の頃とか見れないジブリ結構多かった。もののけ姫とかも怖くて見れなかったし、ハウルとかも怖かったし。はい、そしたら最後マスカラを塗ります。これはメイベリのラッシュニスタ N オリーブブラックの色を使っていきます。
私ラッシュニスタが大好きで、最近毎日のように使ってるんだけど、もう本当にねめっちゃ伸びるの。ダマとかにもなんないし、綺麗に伸びてくれるからめっちゃいいの。ほらこの違い、なんか黒いファイバーが入ってるから浮かないで綺麗にロングになるらしいから、ダマにもなりにくいし、見てこの長さ、えぐくない？マジで漏れるのこれ。二度塗り、私は超ロングにしたいから。でも重ね塗りしても見て、全然ダマになんないの。ま、長すぎんみたいな。マジでおすすめ、超長くなる。でこのオリーブ色がね超可愛いの、わかるかな、透明感みたいなのがあって、この色がね大好き。ほんのりオリーブ色みたいな感じなんですよ。なんか地まつげよりもワントーンちょっと明るくなるから、目元がねちょっと明るくなるの。それがね私好きで、オリーブブラックを最近使ってます。でこのラッシュニスタがパッケージが新しくなったらしくて、めっちゃ可愛いの。ほらこんな感じにね、パッケージがさらに可愛くなって、で色がブラック、ブラウン、オリーブブラックがあります。手にね試してみると、これがブラック、手に塗っただけで黒いファイバーがすごいついてる。これが漏れるんですよ、スーパーロングにしてくれんの。本当にマジで漏れ。でこれがブラウン、ブラウンとかもあのめっちゃ可愛い。春とかに使っても可愛いし、この今冬の時期でも可愛いと思うし。でこれがオリーブブラック、結構ブラックと比べると全然違うでしょ色。こんな感じなんだけど、目につけるとすごいあんま浮かない、馴染んでる。そう、オリーブブラックおすすめ、私。これの何がいいかってね、やっぱね、黒いファイバーが入ってるから、浮かないで透明感のある目元になるのがすごいおすすめっていうか、私のお気に入りポイント。手につけただけでね、すごい毛みたいな黒いやつがあるんだよ。で、もっとカールキープをさせたいときは、メイベリのプライマーを使うと、よりもっとカールキープするらしくて、そう、ラッシュニスタからプライマーも新発売したみたいです、これ。で、このブラシが目元にね、フィットする形らしい。形がすごいよね、このブラシの。初めて見た。はい、こんな感じでね、私の最近のマスカラの紹介でした。おすすめの。下まつげも塗ったんだけど、ほら見て、自然な感じじゃない？マジで、眉毛につくよ、長すぎて。すごくない？これマジでおすすめなんだけど。私ラッシュニスタしかマジで使ってない。ラッシュニスタがマジで長さここまでロングに綺麗になるのがラッシュニスタぐらいだから超お気に入り。全国のドラッグストアやバラエティストア、アマゾンや楽天、Q10など EC サイトでも購入できるので、ぜひ詳しくは概要欄チェックしてみてください。はい、こんな感じでね、メイク終わったので着替えてデートの準備をしていこうと思います。はい、こんな感じで準備が終わりました。前髪割れちゃうな。なんかさ、前髪切ったはいいもののさ、帽子とかかぶりすぎてさ、毎日のようにセンター分けしてんの。まあ前髪切った意味ないよねっていう。なんかね、これね見て、うさぎ年だからちょっとかぶろうかなと思って買ったんだけど、結局かぶらずにそのまま放置してたから、今かぶってみる。いた女どう？え、これで合ってんの？ちょっとおかしいよね。髪の毛出すのか。髪の毛こう出したらどう？おかしいよね絶対。髪の毛出さないか。耳にかければいいのか、髪の毛を。耳かけて、もう前髪割れてんの気になる。しょうがないもん。こうやな。どう？合ってんの？インスタグラマーとかみんな可愛くさ、かぶるのに、なんで私こんな変なの？まあ、いっか。どう？みんなスクショして。はい、これ、今年の年賀状でみんなの。はい、こんな感じで準備が終わりました。どう？デートメイクっぽくない？ちょっとリップとかもちょっと。ピンクっぽいやつでした。ピン。こんな感じで、今からデートに行ってこようと思います。ということで、終わりまーす。バイバーイ。やっほー、あやでーす。Take me
ツネをプロデュースさせていただきました。こだわって作ったので、ぜひ聞いてみてください。バイバーイ。